はい、皆さんこんばんは。今日は、ヘラクレスの幼虫のマット交換です。はい、これは前回9月交換、オス判定です。はい、出します。はい、何グラムぐらいだと思う？いや、これできいや、まだそんなにマックス大きいわけじゃないと思うけど。そうな。はい、いきます。はい、どうも。75。うっ、そんなある？いやいや、ヘラクレスすごい人はもう100なんて簡単にいくけ。マジか。100が簡単レベルやけど。本当に。マジか。ええー、け、はい。で、これは、これ、言うたらハイマットですね。これはクワガタで使ったマットと、うん、河原金糸のカスですね。カス。はい。もう軽く詰めるだけ？もう軽く。うん。ほんと軽く詰めるだけ。ちゃんちゃんちゃんって。うん、はい。いってらっしゃい。でけえ。はい。これ何グラムやったっけ？76ぐらいなかった。76やったっけ？76g。 はいはい、次。はい、これこれメス判定。うん、はい、メス判定ね。うん、はい、メス。ドン45。どんなもんになるんかな。ヘラクレスメスってどのぐらい分からんもんね。うん、アベレージ。さっぱり、なんかどのぐらいがいいとか、うん、大きいとか小さいとか、うん、この45グラムぐらいでどのぐらいになるのか、うん、とかさっぱり分からん。まだもうちょっと太くなる。これね、うん、多分ね、雑魚なんだと思う。あ、40何倍だっけ？46。46。日付後で書きます。はい。ちゃんとしたご飯やっとけば大きくなるかもしれんけど。うん。なるほど。まあ、おそらくこの入れ物はかなり小さい。うん。そのうち、小馬車のね、ショートか。ああいうのに入れて。これで今何 cc？ これどのぐらいあるんかね。これね、うん、何ぼやろ、1000ぐらい。うん、これさっきのオスより小さいね。見るからに小さい。そうね。ドン61ですよね。61ぐらいだったらスマトラパラワンとかでも全然いくレベルやもん、ね。うん、オッケー。でも前回体重 42g やけ。まあまあ伸びてますよね。うん、はい、こんな感じです。はい、あとはね、ちょっとね、飼育スペースっちゅうのも、スペースがないっちゅうのもあって、うん、あのね、こういう風にオスメスオス一つに3匹入ってるね。これちょっとね、開けるの怖いんよね。コバエが折れそうで。あ、ヤクスの中に一応ね、うん、おらん。おい、はい、結構うんこだらけ。いいタイミングで帰れたんかな。おお、結構おるね。3匹おるんかな。1、お、これさっきのの重たいど。うぅ、おぉ、ポロッて。はい、こんな感じ。
これ見るからにも分かるね、うん、オスオスメスやね、うん、うん、メス、うん、オス、これで一番重たいかな。おう、微妙、微妙ですけど、うん、はい、軽く測るよ。面白くないけどメスからね。はい、はい、はい、メス、うん、61。メスで 61? すごいね。うん、すごい、はい、61でーけー。やっぱメス結構でかくなるんだね、うん、メス61。はい、次いきます。はい、ズドン82。まあまあまあ、はい、次いきます。ドン79。82、79っていうことです。みんな成長はしとるね、しっかり、うん、はい、やっぱこのポンコツマットでもなるはなるよね、うん。まあ、ちなみにこれ、カーラー禁止の、ね、カスが入っとるけど、そのカス以外は、このマット俺自分が作ったマットやけ。うん。うん。てれーん。まあ、こんなもんかな。軽く鳴らして。もう全然詰めんもんね。うん。こんなもん軽く、はい、行ってらっしゃい、うん、はい、行ってらっしゃい。もうぼちぼち3匹はきついかな。そうね、ねえ、うわ、ドン川の字、お風呂のマークに見える見える見える、お風呂マーク、ね、オス、メス、オス、ね、三角関係って感じだねいいね、ギスギスしてんな。メスはやっぱ若干脂が乗っとねえもん、うん、でもね、これ自体が3月に孵化しとるから、うん、まあまだまだ、全然まだまだ、うん、ヘラクレス、まあとりあえず最低でも1年半は引っ張りたい。ああ、そうね、今回これ初飼育ね、うん、カブトムシにはあんだけ手出さんとか言ったのにねついに、うん、これ一応ね、俺ん家に来た大元は、うん、まあ、これも桑友さんが俺に送ってくれて、うん、送ってくれてっていうかイベントで直接会った、あ、なるほど、直接会ってやり取りしちゃって、で持っていきあげるよっていう感じでね、くれた。なるほど。これも次オスオスメスっていう感じね。うん。55g、57g、45g。おお。前回ね。あら、なんか変なのゴールぞこれ。一匹。誰これ。おっと。カナブンですね。嘘。もう見るからにカナブンだね。へえ。迷いよ。こっちはあんまり成長が良くないね。うん。あんまり3匹折った割にはうんちの量が少ない。まだマットが食えるよって感じ。あら、あれどこ行った、そこらへん、あれ、あいつどこ行った、どこ行った、おった、おう、カーブはね頭が極端に小さい。おお、ほんとやん、うん、で、簡単な話置いとくと、うん、カナブン歩く、そう、背中で、背中で歩く、まあ寒いけね、動きもかなり悪いやろうけど、
まあ、ほんとこっちは成長が悪いね。うん、一番大きい子でこれ 70g もあるんかな、あるかないかぐらいかな。そうね、同じマット使ったのにね、うん、同じ場所で潜りよ。すごい成長具合が変わってくるな。そうね、そんな変わるんや。同じ兄弟なのにね。うん、こいつがおるけとかやない、もしかして。ああ、そうかな。なくもないかもしれん。うん、そういう謎はあるよね。あるよね。こいつがおるから大きくならんかったか、うん。はい、じゃあ運命の体重測定。はい、まずこれ多分メスですね。はい、メスドン。ドン。おお。55。55。メス55。はい、いってらっしゃい。はい、メス。はい、10g アップね。はい、次。うん、押すやね。ドン。うん、71。うん、まあまあまあ。71。はい、次。はい、ドン。73。うん、やっぱ予想通りやね。うん、70ちょいやね。まあ、どっちかどっちかわかんないけどね。はい、73。71。ですね。ですね。これ19年の12月の26日。いやね。うん。12月26日。で、はい、これを、投入。はい、どーん。豆乳ズバッはい、こういう感じやね。うん、で、コバエ帽子ね。コバエ帽子。はい、で、この謎な幼虫、うん、わかりません。ちょっと別にしてほったっとって見ますはい、はい、ということで今日はヘラクレス、6、7、8、9、9頭のマット交換でした。はい、ご視聴ありがとうございました。